この畑で採れた唐辛子がこの工場で加工され七味唐辛子の原料となります。イエスものづくり、今回は新たな工場を稼働させた八幡屋磯五郎のこだわりの七味唐辛子作りを紹介します。創業1736年、ピリッとした辛さが料理の味を引き立てる八幡屋磯五郎の七味唐辛子は長野を代表する名産品の一つとして知られています。味の安定ですよね。唐辛子非常に品種もたくさんあって、で同じ品種でもですね、取れた畑だとか取れた年によっても味が変わってしまう、特に辛みがこう割と上下するというところがありますの で味が安定するようにしたいと思います。七味唐辛子の原料はご覧の通り。これからは地元での栽培を増やすことで信州の七味唐辛子の魅力をさらに高めたいと室賀社長は話します。長野のこう名産というふうに言われるためにはですね、どこのものを使ってるか、その素材がやっぱり鍵になるかなというふうに思ってます。自社農場や契約農家で栽培される地元産原料の増加に対応するため、この夏新たな工場も稼働させました。例えば唐辛子にしても畑で採れて、でそれがそのまま機械に投入できるわけじゃないんですね。例えば乾燥だとか選別だとか洗浄だとかっていうそういう工程が必要なんですね。でそれがかなり、契約栽培をしていただいてるんで量が増えましたんで対応できるように群れの工場を新設いたします。